つも通り部屋で一人女声出すの慣れてきて、でもツイキャス誰も来ないから夢見てお休み。いつも僕はこんな風にボンクラな日々にゴリゴリ、またネタ動画になる変態で会うためにさようなら。かけまくってやっと会ったこいつ、どうだおもろいか、今となっちゃもうわからない。四半世紀の結果できた青い服のスーパースターをずっと目指しては撮ってる。曖昧てるし、どうせだったらこてけらってもいいだろう。もう一回もう一回見ようぜ僕の動画。曖昧てるし、ずっと前から上げていて、いつかこっそり消そうかな、キルシュの動画。ただのコードでググってみた、登録者増やしたいけど、ほら結局増えるの大体1日4、5人。いつよ僕はこんな風に増える人見ては喜んで、また出したくなる次の動画見てくれると嬉しい。声ナチュラル使い分けて話してはみるけど、すぐに意識喉の痛みに変わりも普通のしーちゃんでやってくる。登録してもなんもねえ、でもおもろい動画作っていくよ。笑っちまうぜピッと押してってチラッと見てこうぜ、そんな動画。愛されたいから動画出せ、思ってるだけじゃ作れないね、永遠に過疎じゃいられねえぜ。夢は遠く向こうの方です。ああ分かってるって底辺の位置、俺はまだ過疎、ただまだこれからどんどん伸ばしていくんだ、それだけなんだ。子さんもみんないるか、渡せたら千人だ、これからまだ伸ばすよ。みんなのおかげで今ここまで来れたんだ、全員掴んで離せない。曖昧てるし、動画撮るのに PC なくてもいいだろう。もう一回もう一回見ようぜ僕の動画。曖昧てるし、ずっと前から思ってたゲーム、配信しても人来るかな。愛されたいから動画出せ、思ってるだけじゃ作れないね、永遠に過疎じゃいられねえぜ。夢にまでほらなってこうぜ、夜が明けるまで配信しようぜ、思ってるだけじゃ叶わないね、約束してんだ叶えてこうぜ。曖昧てるし、どうせだったら特技を見してもいいだろう。もう一回もう一回見ようぜ僕の動画。曖昧てるし、ずっと前から迷ってた、実はチェルシーの特技マジック。愛されたいから動画出せ、思ってるだけじゃ作れないね、夢今でほらなってこうぜ。